シックス、報告は後で聞く。コブラントが全通信を妨害してる。キャットの作戦に協力してくれ。無事でよかった。ですが、ジョージはチームの誇りだ。シックス、出番よ。ファルコンの操縦を頼むわ。コブナントがジャミング装置を町の高層ビルに設置した。私が見つけ出すから攻撃して。バンシーだ、気をつけろ。シックス、いい？病院が攻撃されて部隊の一つと連絡が途絶えたの。位置を確認するわ。彼らの任務を引き継ぎ、ジャミング装置を破壊して。下がれって言ってるのよ、この野郎。やってみろよ。
ノーブル6へ。病院の装置はオフラインになった。よくやったわ。なるべく早くファルコンに戻って。ノーブル2よりノーブル6へ。敵が来たわ。ジャンパーよ。おい、なんて動きだ。モバイルジェミング装置で短距離通信の邪魔をしてる。マーカーを送るから対処して。バイランドタワーの座標よ。彼らを援護して。
の辛抱だ。
装置を見つけたが攻撃を受けてる。至急援護を頼む。サイノベイトセンター。なあ、どうしたの？案内セブンデルタも案内聞こえる？可能なら彼らを援護して、ジャミング装置は必ず排除するのよ。最後の装置はシックス。もう少しだわ。
ただしをシックス、ファルコに戻って指示を待って。ノーブル2よりノーブルリーダーへ、全装置の排除完了。了解、ノーブル2。新しい命令だ。全人員を直ちに ONI 本部より避難させろ。リーダー。了解、ONI タワーより避難だ。ノーブル2、状況を報告せよ。コブラントが本部を攻撃、おそらく私の通信を標的に。避難を開始しろ。了解、ノーブル6、こちらで避難用高火程の援護、急いで。見てみろよ、綺麗な街だったのに今じゃ見る影もない。よう無事だったか。感動の再会シーンってやつか。持ってろ、お前のだ。俺もあいつを忘れない。ジョージにとってリーチは特別だった。センチな大男だったな。故郷のために命を捧げたんだ。本望だったはずだ。リーダー、複数のチームが民間人の避難作戦についたって本当ですか？お前たちは知り得ない情報だぞ。そんなことより
なぜスパルタンを防衛任務に配備するの？早く衛星通信をつなげ、キャット。やってます。このコンソールはトランシーバーよりややこしいの。質問の答えは？劣勢か知りたいか？劣勢なのは分かってる。もう終わりなのかどうかよ。ホランド大佐からだわ。なぜオープンチャンネルで？確かめる。街の南西部だ。聞こえるか？シエラ259、応答せよ。この通信についてはセキュリティプロトコルを無視しても構わん。回線は安全か？もう安全は保証できないわ。コブラントが探知することは？あり得る。ノーブルリーダー、これは最優先事項だ。聞こえているなら直ちに応答せよ。手短に。カーターです。はい大佐。はい。複数のコブナントの車両が持ち場を離れていきます。急いでいるようだ。コブナントが理由もなく撤退するか？放射線反応あり。強い。4000万レントゲン切れたぞ。どうなってる？原子冷気で信号が乱れています。9000万。どこだ？空から。近い。どのくらい？このくらいよ。初めて。私もよ。心配ないわ。サブレベル2の核シェルターがベストね。北東へ96メートルよ。大佐からの命令は？ソード基地に向かえとのことだ。ソード？コブナントが占領してますよ。我々は基地の爆破を命じられた。ハルゼ博士の発掘データを守るためだ。まだそこにあるわね。大佐の話ではコブナントはまだ何か探しているようだ。基地の爆破が優先任務だなんて。行くぞ。早く乗れ。さあ急げ。ドアを閉めろ。早く。